アンソニー・ジョン・デ・フランセスコは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ロックランド軍、サファーン出身の元プロ野球選手、監督、ウトウミギウチ。1984年の MLB ドラフト9巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、プロ入り。9年間マイナーでプレーしたが、メジャーに昇格することはなかった。1994年に、現役引退した。 1994年引退したその年にオークランドアスレチックス参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで監督を務めた。2003年にパシフィックコーストリーグ所属の AAA 級サクラメントリバーキャッツの監督に昇格した。初年度で92勝を記録しその年のマイナーリーグ最優秀監督に就任した。2004年も続投し、 最終的に2007年まで監督を務めた。2008年にはアスレチックスの三塁コーチを務めた。2009年からは参加のトリプル a 級サクラメントの監督に復帰し、2010年まで務めた。2011年から7年間はヒューストンアストロズ参加のトリプル a 級球団の監督を務めた。その間、 2012年8月19日に解任された、ブラッド・ミルズ前監督の代行として、アストロズの監督代行に就任し、同シーズン終了まで務めた。また、2017年にもメジャーで一時的に三類コーチを務めた時期がある。2018年から2年間は、ニューヨーク・メッツ参加のトリプル a 救球団の監督を務めた。2020年シーズンからはメッツで一類コーチを、 勤めるも一年限りで退任した。ありがとうございます。